ははいこんにちコメです今回は夏キャンプにおすすめなキャンプ道具を5個紹介のほうしたいと思いますもうだいぶね日中暑くなってきてねキャンプするのがしんどくなってると思うんですけど僕がねこういう暑い時にねあの必ず持ってってるキャンプ道具っていうのがありますのでねそういうのを紹介できたらなというふうに思っております第1位のものはもう絶対ね誰でももう購入していただきたいものなのでよかったら最後までご視聴のほうよろしくお願いします。それではいきましょう 夏キキャャンンププに持っていきたいキャンプ道具5位こちらですエンリッチさんというメーカーから出ているモスキートハンターという商品になるんですけどエンリッチさんというのがココペリというねこのようなね可愛らしいデザインのキャンプギアの方を販売されているメーカーさんなんですけどそちらの方から出ているカトリ先行ホルダーにななりますすすねどうででかか可愛くないですかこれ実際どうやって使うのかっていうとここにね蚊取り線香の方があるんですけどここにね ここううやってこのような感じですねどうですかすごい可愛くないですかかとり線香ホルダーっていろんなものがあるんですけどこれねすごいただ刺すだけでいいのですごい簡単でいいですよね。でしかもやっぱねこういうデザインがすごいおしゃれでこれをあるだけでねすごいキャンプサイトすごいテンション上がりますよね。えこれの固定方法なんですけどあのこちらの方がねこういうペグ方式になっていますのでこれを地面に刺すだけ。 という感じになりますね黒の塗装がされていてすすごいい質感が高いんですよね特にねあの僕も何度か使用しているんですけどこの塗装が剥がれるようなこともなくてねあのすごい質感の高い塗料で塗られているというような感じですね。こちらあの蚊取り線香を刺すだけじゃなくてもねなんかここにね小物をねぶら下げたりとかまあ人によってねそれぞれいろんな使い方ができるのかなというような商品になりますね。 こちらの製品ベースのショップから購入できるんですけど、も人気すぎてもう再販開始してもすぐね。売り切れるという商品になりますので、まあ、こちらね。気になった方はね。概要欄のリンクからショップをフォローしていただきましてね、えー、入荷状況の方をね。随時チェックしていただけたらなと思います。こちらね2980の商品になりますね。夏におすすめなキャンプ道具第4位はこちらですね。 イボークさんの、えー、スリーウェイマルチファンになりますね夏といったらやっぱもう暑さ対策としてこういうねもう扇風機っていうのはもう絶対もう必需品となってきますよねこちらの扇風機なんですけどこういうねあのクリップ形状になっておりましてまあもちろんこのまま置くこともできるんですけど、まあ、こういうねクリップとかでねこういうテーブルとかこんな感じでねこういう風に固定もできるしここ分かりますかね こちら底面の方にですねこういう風にクリップが隠れていましてまあこんな風にねテントの上にねぶら下げてこのようにして風を送ったりとかそういうことができますね電源の方がですねここの方を回す形になっていまして今カチッとやってねこういう風についたんですけどなんとこれ無段階調整がでできるんですよ一番マックスまでするとこんな感じですね 一番強くすすればだいいぶやっぱ涼しいですねこれがあるだけでやっぱ全然違いますね一番弱くするとまあそよ風みたいな感じなのでまあ外ってなるとやっぱりね強めでやりたいなっていう感じですかねこちらのバッテリーの方が内蔵されているんですけどそのバッテリーの容量は1万 mAh というね まあ簡単に言うと、めちゃめちゃ大容量のバッテリーが内蔵されているので、最大不良にしたとしても、約10時間は起動させることができるので、1泊2日のキャンプだったら十分使用できるんじゃないかなという感じですね。まあ、夏におすすめで紹介もしているんですけど、あの冬もね、こういうふうに吊り下げができるので、あのまあテントの上にかけてまあサーキュレーター代わりとしても使用できるのかなという感じですね。こここれあとともう一個の機能ししましてここに こういうボタンがあるんですけどこれを押すとですねこういう風にファンが光るんですよ、まあ、正直僕この機能はキャンプでは使わないんですけど、まあ、LED もね兼ねて使いたいよっていう方にはねこういうのもいいんじゃないんでしょうかライトもこのボタンをねなん、えー、と押すとねライトも3段階ですね変えることができるという形ですねでさらにさっきのこのライトのところを長押しすると はいなんとこの扇風機首振り機能も備わっているんですねこんな感じですね首振りもできつつもちろん角度の方もねこういう風に調整の方が可能ですね充電端子の方がマイクロ USB の端子になっていますねまあ CTU とまあ今の時代だったらタイプ C の方が良かったのかなっていうのがちょっと正直なところありますねこのね下のところにはこういうねあのラバーがね4か所 こういうふうに置いてもテーブル傷つけることもないしこういうね滑り止めの機能もねあの兼ねているという感じですねこちら値段の方が4,980円になりますので比較的安価なマルチファンをお探しの方にはあのこれ1台あればね、まあ、いろんなパターンで使用することができるので、えー、いいんじゃないかなというふうに思います <noise> はい夏におすすめのキャンプギア第3位ははい。 こちらですすねね、はい、パイクククススピーーーさんのクーラーボックスになります、ね、やっぱりね暑い時期のキャンプって言ったら飲み物とかねあのお酒とか食べ物がねすぐねぬるくなってしまうのがね悩みの一つだと思うんですけどクーラーボックスってこういうハードタイプとソフトタイプっていうのがあるんですけど今みたいな暑い時期はもうねハードのクーラーボックス一択だと僕は思いますね。 でやっぱりこういうハードタイプのクーラーボックスっていうと値段がねどうしても上がってしまうっていうのがね皆さん悩みだと思うんですけどねあのこちらねパイクスピークさんの、えー、クーラーボックスはですねこちら 20QT という、えー、18.9リットルのサイズになるんですけどこのサイズで1 9980円ということでね2万円を切る値段になっております。すすごいね、あのおお手手頃価格なんですけど、まあ、あのお手軽だからといって 保冷力全然ないとかそういうことはなくてね僕は2人で、えー、キャンプ行く時にこのサイズのクーラーボックスを、えー、使用しているんですけどあの特にね保冷剤しっかり使えばあの特に、ね、あのビールとかもね冷えたまんまでねあの飲んだりもしているので、まあ、十分かなというふうには思っていますこちらのクーラーボックスなんですけどねもうここね簡単にこうやってね解除ができるような仕様になっています ですね、こういうふうに開けてもらうとこんな感じですね。でこのクーラーボックス面白いのがここ分かりますかねよいしょ。ここをこういうふうに取り外しができるんですけどこれ何かっていうとなんと専用の保冷剤をここに取り付けることができるんですよ。実際にちょっと取り付けの方をしてみますとこんな感じですね。よいしょ。こんな感じですね。で2つ取り付けるとこんな感じですね。 保冷剤ってやっぱ下にも敷いて上にもね保冷剤っていうのをやっとかないとどんどんこう冷気がねこうどんどん逃げてってしまうので開けてるときにやっぱねこういうふうに蓋の裏側にこうついてるっていうのはすごいありがたいですよねこれは結構いいと思いますよでこちらの専用のオプションの保冷剤なんですけどこっちの方はまあこの保冷剤の機能はって言われると まあ正直めちゃくちゃ保冷力あるっていうわけではなくそれなりのね保冷力になっているとは思いますけど普通にね使用できるレベルじゃないかなというふうに思っておりますここにですねあの瓶とかを開けるようなところもここについているのでここねパコッとってねあのビール飲んだりとかもできますねで取っ手の方もねこういうふうになっているのでここでね片手で持ったりとかっていう仕様ですねここでねあの圧力調整の ボトルですねここがついていたりこっちが水抜きの穴ですねこうやってここ開けれるのでここにねたまった水とかここから排出できるような感じになっていますね。はいこのように座っても見たんですけど、まあ、もちろんねあのすごいね頑丈に作られていますので座ったぐらいだとね全然びくともしないといったような仕様になっていますね。 今ねこちらの2 9 t の説明の方をしてたんですけど実はね僕こっちのサイズも持ってるんですよこちら 45QT サイズですね42.6リッターぐらいになりますねこちらの価格はですね24,980円になりますねでこちらの方は、えー、と大容量になりますのでこういうふうに両方に持つところがついていってこういうふうに持ち運ぶような感じですねで他の仕様は2 9 t のものとほぼ 変わらないですねこの持ち手が違うだけで中も同じような感じですねあの先ほどと同じようにこっちも専用の保冷剤の方を使えば蓋2つをね重ねてみた感じですけどサイズ感的にはこのような感じですね。 えと僕は 20QT の方はまあ2人でキャンプ行く時はこちらのサイズを使ってえこっちの大きい方はまあ友人とかと大人数でキャンプする時にえ使用したりっていう感じですかねこちらこのようなねあのタフギアといったこういうねあのシールの方が貼られてるんですけど 20QT の方も元はここに貼られてたんですけど 20QT のものはあの僕がねそっち剥がしてしまったので今はそっちの方はないような感じになっていますねシール剥がすとねもう本当に 真っっっ黒ででロゴもいいいいい感感じじににかこなっているので、ね、すごいブラック感あってかっこいいと思いますというわけでですね安くて保冷力の高いハードクーラーボックスをお探しの方はねこちらパイクスピークさんのクーラーボックスとてもおすすめですねあのどちらのサイズもアマゾンで購入することができますのでそちらの購入リンクの方も概要欄の方に記載しておきます夏におすすめなキャンプギア第2位ですね こちらになりますカーゴコンテナさんのえこちらもマルチファンの方になりますねマルチファンの方はさっき第4位の方でも紹介したんですけど4位のイボークさんのやつとはちょっと違う商品になりますのでこれもねあのランキングの方に入れさせていただきました、まあ、大きく違うのがこちらの方がねデザインがやっぱかっこいいっていうのがあるんですよねえこちらの商品はこういうね収納ケースも入っているんですけどこれがねすごいおしゃれですよねこれね 分かったけどこのような感じになっておりますでは中身の方をね実際に見ていきたいと思いますこういうね三脚になるようなこういうスタンドが入っていましてでこちらの方にねファンですね入っていますねどうですかこれめっちゃかっこよくないですかこちらねあの僕が持っているのはこういうねカーキ色のやつなんですけど他にもブラックとかねベージュのカラーもあ でどれもね渋くてかっこいいデザインなので自分のねあのキャンプサイトにね合わせたカラーを選ぶことができるっていうのもいいところですよねこういうねラバー素材になっているのでこういうふうにね置いたりとかしてもねここに傷つけたりとかしないような感じになっていますね同様にねこっちのところもラバー素材になっていますねこここちらのファンここがねこういうふうにねカチカチカチって動くようになっていますのでこういうふうに置いて使うこともできるし もちろんこういうふうにしてテントの上部に引っ掛けることもできるし、えー、先ほどなんですねこちらの三脚を取り付けましてこのようにね使うこともできるような感じですね電源の入れ方なんですけどこっちの方にね、あのー、ファンのマークがありますのでこちらの方を押していただくとはいこのようにしてね風が出るという感じですね ここをカチカチ押すと4段階調整ができるといった感じですねああもうこれもね強い風が出てますねこれあると涼しいこれやっぱ普通にかっこいいですよね色がもう自然に馴染む色なのでねまあ、こういうね渋いカラーが好きな方にはすごいいいと思いますよ ここかかりますかね、ここね電池マークがあるんですけど、ここでね、あの電池残量もわかるっていうのえ今4段階中の2段階ということなんですけど、こういうふうにね、残量わかるのもすごいいいですね。充電するときなんですけど、充電はね、こちらの方にカバーの方がされていて、よいしょ、こうですね。ここにタイプ C ですね。やっぱね、タイプ C がいいですよね。こういうふうにしっかりね、キャップの方もされているので、 あののととかね水とかねね水入るのを防ぐような形になってきます、ね、でこの三脚のところなんですけどこの三脚のところもねこういう首がこういうふうに動くようになっているのがいいですねこちらのマルチファンですねあの単体だと首振り機能っていうのがないんですけどこちらですねオプションパーツにはなるんですけどこちらの方を使えば首振り機能ができるというふうになります。 こちらはですねこちらのさっきの三脚のところにこちらの方ですねこちらも三脚のこういうネジになっているのでそれをここに刺します。ここに刺すとでこちらの方にねこういうふうに電源が同じようにありますのでこれを押すと。 このようにねあの首振りができるというような商品になります、えっと、こちらの方も左の方がバッテリー残量になっていましてこれ今3つあるうちの1つしかないという状態で右の方がですね首振りのこの回る度合いっていうのをこの3段階でやっていますねこれが一番今ちっちゃいやつなので首振る角度がちっちゃい状態ですねはいマックスまで回すと180度近く180度ないぐらいかな ままで回るといいううよなな形になっていますねでこちらの方も同じように t y p e C で充電ができるようになっています、えー、とこちらの下の方にもこういう風にに、ね、三脚のネジついていますのでさっきの三脚のスタンドとこういう風にね一緒に使えばよいしょこのようにね三脚つきつつ首振り機能も備わっている状態で使用することができますこちらの商品なんですけど えっと値段の方がこちらマルチファンの単体で9,790円でこちらの首振りのねオプションパーツの方が6,490円ということでえとこれ2つ買うと16000ぐらいにななるのかなさっきの4位で紹介したイヴォークのマルチファンと比べると値段がねちょっと高くはなってしまうんですけどやっぱね見た目がねこのかっこいいっていうのがね すすごいい,いですよねお金に、ね、余裕のある方はね是非ねこちらの方もねご検討していただけたらなと思いますはい夏キャンプにおすすめなキャンプ道具第1位はですねこちらですね。 フマキラーの天使のスキンベープミストプレミアムになりますね。こちらはですね、何かというとえ虫除けスプレーになるんですけど、マダニ対策の虫除けスプレーなんですよね。僕この時期にキャンプしてる時に、マダニに噛まれたことあるんですよ。膝のところですね、噛まれていて、病院行かずにポロってたまたま取れたんですけど、実際にね、僕の友人や弟とかもマダニに噛まれて、病院でね、あのー、もう取ってもらったっていう風にあるんですけど、夏キャンプって で蚊が一番あの皆さんあの気にされてると思うんですけど蚊はね、まあ痒いだけなんで、まあ、最悪いいんですけどマダニっていうのは本当最悪死んでしまう可能性もあるのであの僕もね一回マダニにはね刺された経験があるということでですねこちらが裏面の記載になるんですけど蚊ブユアブマダニイエダニトコジラミ。 というい、ね、害虫の虫除けが期待できるというものですねでお肌に優しい素材でできていますので小さなお子さんとかもねあの気にせず使うことができるっていうのもいいかなというふうに思いますねこちらベビーソープの香りとある通りあり甘いね石鹸の匂いがするというような感じになっていますので匂いもすごいいいですしあのもうキャンプやるときはもう絶対ねこれをもう使用するようにしています。 あの生活感出ちゃうものなのでキャンプサイトにこう置いときたくないっていう方もいると思うのであのこちらも紹介させてくださいこちらねアミカルシュラフさんの、えー、とこういうスプレーカバーになるんですけど僕はこういうふうにねかぶせて僕はこういうふうにねあのかぶせてあのなるべくね生活感が出ないようにっていますねこちらのアミカルシュラフさんのこのカバーの方も概要欄の方にリンク貼っておきますね今虫が出る時期になってきましたのでもうこちらのね 虫除けスプレーはもう絶対ねご購入いただきたいなというふうに思いますえこちらアマゾンで700円ぐらいでえ購入の方ができますのでねそちらのも概要欄にリンクの方を貼っておきますのでねあのチェックの方よろしくお願いしますはい夏におすすめなキャンプ道具5000でしたいかがだったでしょうか暑い日のキャンプってねどうしてもしんどくなりがちですけどね今紹介したものなどをね利用してね快適に過ごしていただけたらなと思います それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。